それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、話題1、 ENHK ラジオ国際放送で C 国籍外部スタッフ、尖閣は C 国の領土など、現行にない発言が大炎上、現役国会議員が激怒が話題に、 C 国産ホタテ禁輸してやる、日本よ怖いか、結果わらわらわらをお伝えします。それでは記事を引用してご紹介いたします。まず視聴者に訴えたいのは、 ENHK ラジオ国際放送で C 国籍外部スタッフがくっそやらかしているのであります。以下引用、産経ニュースさん、 ENHK 国際放送で尖閣諸島は中国の領土、 C 国人外部スタッフが不適切発言、 ENHK 抗議。 ENHK は同番組で、ニュースとは無関係の発言が放送されたことは不適切であり、深くお詫び申し上げます、再発防止策を徹底しますとしたコメントを放送した。松原仁衆議院議員、無所属、東京26区目黒区大田区さん、あまりにもひどいニュース、経緯の検証、責任の所在、再発防止、国会でも正す必要がある。国民民主党、玉木雄一郎代表、厳重抗議で済ませる話ではないだろう。過去にも同じような事案がないのかも含め、徹底的に経緯を調査し、厳正に対処する必要がある。我が国の公共放送としてあるまじき事態。引用終了。ほんまこういうのは国会で追及すべきだよな。この話題への X 民の反応がこちら。以下引用、やはり ENHK は一度解体した方がいいだろう。ドラマもドキュメンタリー番組も変更だらけだし、日本に必要か、この放送局は。どういう管理したらこうなる。 ENHK 以内の全ての外国人排除した方がいい。受信料払いたくないな。再発防止策って何するんやろ。外国籍スタッフを締め出す以外の再発防止策なんてあるの。もうやっちゃダメだよっていうだけじゃないだろうね。同様の事象が随分とあるのでは。外国人スタッフに報道、番組制作、放送業務をさせるのが適切か、再度議論する必要があるように思えます。 ENHK へ毎日謝罪と訂正として、日本の領土でストを流してください。特に北京への放送は1日10回ぐらいお願いします。チャイナでの放送停止、オフィスが閉じられたとしても、日本、その他海外から流してください。一人の職員がわいせつなどの不祥事を起こしたのとは次元が違う話。総務大臣への再発防止策の報告は当然、場合によったら会長が国会に呼ばれて質問されないとおかしいぐらいの話。このままにしてたら総務大臣の責任だって問題になるだろう。引用終了。ENHK の経営陣の責任はどうなるのでしょうかね。ネット民の反応がこちら、賛否の声。以下引用、なんで間違うの、考えられない、 ENHK は解体あるのみ、尖閣諸島は日本固有の領土です、抗議だけでは済まされないのではないでしょうか。 ENHK は解体一択、料金払わなくてもいいですか、受信料払うのやめてもいいですか。要するに、これは ENHK の国際放送での業務委託先の C 国人スタッフによる電波ジャックです。相手は革新犯、謝罪して済む問題ではないですよ。この件だけでなく、まるで外国のプロパガンダのようなドキュメンタリーを作っているのも同じような理由なのでは。曲がりなりにも受信料として国民から税のように金を取っている公共放送として言語道断では。問題の根は深い。再発防止に必要なのは ENHK の解体。受信料が反日に使われてるので、テレビを捨てよう、アスタリスクオメガアスタリスク、こういうのが出ると ENHK が C 国人向けに発信してる反日売国度みたいに叩く人たちが湧いてくるけど、冷静に考えて、天安門事件すら必死に隠してる C 国に対して、 C 国の民衆が見るニュースを流せることは情報戦においてかなり価値が高いんだよね。日本人は情報操作に疎いよね。再発防止策ってどんな対策したら報告してくれんの。再発防止って言うたらええもん違う。
世の中なんでもありになってる。誤った情報を流してしまった地域にはどのような対応をしたのだろう。いや、許さん。何やっとんねん。国会で問題2000回。やっぱり国籍条項は必要だよな。ほんま最低だな。受信料返せよ。お詫びとか、以後はもうしませんで済むような問題ではない。この件を追及しない政治家は、日本の政治家ではないと思います。ぜひ追及してください。ENHK は、業務委託ということで、責任逃れをしようとしているように感じます。放送を行ったのは ENHK であることを実覚させて、しっかり責任を追及してほしいです。とりあえず、以下の放送をお願いいたします。尖閣諸島と竹島は日本固有の領土です。ENHK ラジオ国際放送。とりあえず、適切な対応が取られるまで、放送停止ですね。確かに、税金使われてますからね。ことの経緯を説明し、厳正な処分を求めます。キャスターと番組の責任者はクビだよね。公共放送のあり方が問われますね。引用終了。補足ですが、ENHK のタンパラジオなどの国際放送とラジオ第2放送で伝えた C 国語のニュースの中で、日本語の原稿を翻訳して読んでいた外部スタッフが、ニュースを伝えた後にやらかしている。沖縄県の尖閣諸島について、C 国の領土であると述べるなど、原稿にはない不適切な発言。このスタッフは、ENHK の関連団体が業務委託契約を結んでいる C 国籍の40代の男性である。日本語の原稿を C 国語に翻訳してラジオで読み上げる業務を担当している。 ENHK は関連団体を通じて本人に厳重に抗議し、関連団体は本人との契約を解除する方針である。以上補足でした。 ENHK 経営陣はどのような対応をするのでしょうか。どう責任を取るのでしょうかね。そしてまずは謝罪と訂正を国内外に向けてしばらくすべきやとわいは思いますね。ところで、C国さん、ホタテ禁輸してやる。日本よ怖いか？結果わらわらわらという話題を紹介します。以下引用。日本経済新聞、電子版、日経電子版3。ホタテ相場が急回復。中国禁輸1年。販路広がり再び品薄。引用終了。ネット民の反応がこちら、賛否の声。以下引用。回復よかった。日本の美味しいホタテたくさん食べてもらいたいし、ホタテ御殿の人、本当によかった。C 国に依存した商売しかできないような会社は淘汰されるのが正しい。国内で加工する体制が整えば、C 国向け輸出に頼る必要ない。北海道産ホタテは本当にうまい。レアアースしかり、C 国の嫌がらせってこうやって挽回できるのが日本のイケてるところ。E のものは、妨害にかかわらず売れる。やっぱり禁輸しても味は落ちないので、別の誰かが買うだけ、むしろ高騰しそうですね。スーパーで売られてるホタテがワンコインで買えるようになりました。またホタテ御殿が立つね。ほう、頑張ったな。ホタテ御殿もう一軒作ろうぜ。最近大きいホタテが売ってない。まあどこかが買わないなら販路広げるだけだわな。国内にもっと回してくれよ。今時禁輸なんてしても迂回輸入するだけやろにな。でもわざわざ来てサンマは取るんだろ。意味わからんな C 国。ホタテはやはり儲かる仕事。うまかったホタテ、ホタテ御殿を思い出す。全然安くならんかったぜよ。引用終了。補足ですが、ホタテが値上がりしている。2023年8月に C 国が日本産水産物の輸入を禁じ、市場の卸値は 2,3 割急落したが、国内の応援消費や C 国以外の輸出先開拓によって需要も価格も回復しつつある。豊洲市場、東京、江東ではむしろ品薄感が強まっており、禁輸前の相場を超えそうだ。以上補足でした。販路が広がってよかったですね。なんか C 国の輸出入制限って効果あった試しがないような。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。様々なご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。